深沢伊佐子は、日本のバイオリン奏者。長野県松本市出身。1976年長野県松本県が、岡高等学校卒業。1980年、東京芸術大学音楽学部卒業。鈴木地に一の鈴木メソードにてバイオリンを始める。1964年、金子店与え、勘ゆかり、早野隆子、大谷安子、川名博文。 畑た子、田村千春、福田恵子、ふ谷瞳等ひとみとともに、第1回、鈴木メソードテンチルドレンツアーに参加した。第1回、鈴木メソードテンチルドレンツアーから10年後の1974年3月、カリフォルニア州アナハイムで、全米原爆指導者大会が開催されたが、1964年の第1回ツアーの模様に感銘を受けた。 全米指導者協会のクロットマン会長は、当時のメンバーである、カスヤヒトミ氏、深澤伊佐子二人の10年後の成長を見届けようと、鈴木修一氏と共にこの大会に招待した。この大会には、ユーディメ入院も訪れており、その後の鈴木修一氏との交流の契機ともなった。この年、深澤は、第28回全日本学生音楽コンクールの、バイオリン部門で優勝している。 ありがとうございます。